こんばんは、速稼塾の久保です。花谷龍馬さん、これね、神童花谷龍馬シリーズですけども、今回は価値についてちょっとお話しておきましょうかね。まあ結論から言うと、価値ってね、他人が決めるんですよ。だから自己否定なんですよ。自分がこれは自信があるよってものは、これはね、自己否定した方がいいです。で、他の人がね、言ってくださったこととか感じたことっていうのが、これが全て、正しいです。他者肯定ですよね。ここにね、なかなか行き着かないんですよ。人は自分の好きなこととか自分の信じるものを一生懸命やるんですよね。で、それをできれば他人に認めてもらいたいんですよ。承認欲求ってものがあります。でも実際自分が一生懸命やっても、周りから見るとね、何それってものは結構あるんですよ。ほとんどの人は多分そうでしょ。だからへこむんですよね。でもそこでへこむんじゃなくって、あ、そうなんだ、自分の頑張りは他の人にそういうふうに映るんだ、それが世の中ってもんだなとかね、自分の接してる人なんだなっていうふうに、まずはね、他者肯定することが大事なんですよ。これちょっと整理していますよ。自分の中にある自己肯定してる価値ってあると思うんですよね。なんかこう、走るのが速いとかね、暗算が得意だとか、フルートが吹けるよみたいなあると思うんですよ。自己肯定感の強い価値です。でもこれって、その能力を求めてくれる人に偶然会わなければ、全然こう必要としてくださらないんですよね。だから自分の肯定感の強い価値ってのは、それが花開く時って偶然なんですよ。運が良くないとそうはならないんですよね。自分がどんなに歌が上手でも、歌の上手さに気づける人が周りにいないと、自分が上手だってことがわからないんですよ。しかも、もっといい環境に運んでくれないんですよね。認められないから。ということがね、あります。じゃあ次、もう一つです。他の人が自分のことを認めてくれた場合、自分の何かのね、価値を認めてくれた場合、それは必然なんですよ。だって、認めてくれる人がまず最低は一人いるじゃないですか。だからその人にとっては圧倒的に、価値を提供できるわけなんですよ。これは必然です。いいですか。自分が思ってるものは偶然花開くんですよ。でも他者が思ってるものは必然なんですよ。 100% 当たるんですよ、ね、ですから私が花谷龍馬さんにもう買ってることっていうのは、少なくとも私一人はそう思ってるんで正解なんですよね。で、花谷龍馬さんが自分で思ってるものって、出会う人数を増やしていかないと、その偶然認めてもらえる可能性っていうのはね、あんまりないんですよ。だから今インターネットの世界、YouTube などをやって、一度に1000人、2000人の人に語りかけることができる環境があるじゃないですか。で、どんなに頑張っても、ライブハウスで手品やってもね、100人の人しか見ないんですよ。数十人の人しか。その中で花谷龍馬さんのセンスを見抜く人ってどれだけいるかなと。花谷龍馬さんを繰り返し見たい人ってそんなにたくさん出会えるかなと思ったら、60人、70人よりも1000人、2000人の方がその可能性高まるじゃないですか。だからライブハウスでメンバーシップやっても、多分ね、会員登録する人はいなかったかもしれない。でも YouTube でメンバーシップをやると入りますよね。それね、偶然のエントロピーが上がったんですよ。偶然性の確率が上がったんですよね。で、もう一個認めたくない真実があって、それはね、向き不向きってあるじゃないですか。向き不向きがみんなあるんですよ。でも結果にはあんまり関係ないです。向いていようが向いていまいが、結果にはあんまり関係ないんですよね。これはね、かなり重要な概念なんで、頭の中に絶対に入れといてもらった方がいいかなと思います。向いてないことでも結果が出やすいものってあるんですよね。向いてても結果が出なかったりするんですよ。だから向き不向きと結果はあんまり関係がないです。そしてですね、自分の好きなことってあると思うんですよね。で、自分の好きなことが自分の素養であること、能力であること、これが重なることって実はあんまりないんですよね。どんなに野球が好きでも、走るのが遅かったり、ちょっとね、バットに球が当たらない、その動体視力がなかったりとかすると、すごい好きなんだけども得意にはならないんですよ。で、逆にですね、自分の体格とか自分の素養ですよね、持って生まれたもの、この素養っていうんですけども、この素養が自分の好きと重ならなくても、ちょっと走るとたまたま速かったりとかね、ちょっとクイズ出されたら結構ペラペラ答えられたりとか、そんなに人付き合いはしたくないんだけども、人間関係のトラブルを裁くのが上手だったりとかね、で、自分のやりたいやりたくないと自分の能力が噛み合ってないことって本当に多いんですよね。ほとんどの人はそうだと思います。
だから自分のやりたいことと自分の持って生まれた能力が重なってたら、それはラッキーなんですよ。しかもそれがね、周りの人に認められるってことはもっとラッキーですよね。まあ、そういう意味でもしかしたらね、これ勘違いかもしれませんけども、花龍馬さんが今ね手品推しでやってないってことは、その手品をマジックをもしかしたら周りに認めてくれて、そのマジックをまた見たい、もっと見たい、もっと他の人に見せたいみたいな人がいなかったのかもしれないと。これ私の想像ですから、勘違いですからごめんなさいね。私が YouTube を見ていて、花龍馬さんマジシャンであるってことは最初の動画でねちょっと耳に挟んだんですけども、なかなかマジック出てこないなと思った時に、花龍馬さんは今マジックよりも多分遊戯王転売の方が人に受けてるっていうことを認めてるんじゃないかなと思うんですよ。だからそれがね、花龍馬さんのすごいとこ、ね、自分はマジックに一番情熱を燃やしてるからこれで行くんだと思ってマジシャンの YouTube やってたら、多分ね私も多分すれ違ったかもしれないですし、この視聴者さんがね2000人にまで膨らまなかったかもしれないですよね。ちょっと言いにくいですけどね、うん、で逆に手品をやってったら1万人とかになってたかもしれないし、もっとすごい人がね、マジシャン仲間がいっぱいできてマジシャンズワールドとかできたかもしれないですよね、うん、だからこれは向き不向き、好き好きじゃない、いろんな要素があってこういう風にね今この関係が選ばれてるんでしょうね、きっとね、はい、今日はね価値についてちょっとお話してみました。肝心なのは自分が自分に対して肯定してる価値ってのは偶然じゃないと花開かないってこと。でも周りの人が認めたものっていうのはこれは認められてるわけなんで、最初から、うん、だから確実にそれはね売れていくってことなんですよね、うん、まあこれはもう花屋龍馬さんなら感じていらっしゃると思いますけどね、一応この動画見ていらっしゃる方にも語りかけるつもりで私の考えをお話してみました。それではね、花屋龍馬さん今ライブ中ということなんで、絶対稼がせますプロジェクトってやってますよね。ね、私もね稼がせますプロジェクトってやったことがあるんですよ。でいろんなアンケート聞く中で、あれもやりたくない、これもやりたくない、それもやりたくないっていうことが出てくるんですよ。だから私はその時広島のね、袋町ってところに住んでましたんで、最後にこう言いました。今日エレベーターを降りて帰る時にそこの角曲がったらセブンイレブンあるんですよ。そこで働くと1時間900円確実にもらえますよということで、最後まで私は人を稼がせることをねお伝えしてきました。インターネットだけじゃないですからね、ネットビジネスとか転売とかアフィリエイトだけじゃないんですよ、儲ける方法って、今はね半径2キロ以内に人を必要としている職場っていうのが、お金をくれるところっていうのが無数にあるんですよ。だからそういうところでもいいんじゃないかなと、うん、だってパソコン向いてない人にパソコン無理やりやるっていうのも酷ですしね、うん、でもパソコンができなくったって別に稼ぐ方法はいっぱいあるんですよね。あとは自分が、うん、コンビニで働くのが好きなのかどうなのか、うん、インターネットビジネスが好きなのかどうなのか、そういったところも噛み合わせで考えるしかないかなと思うんですよ。だからいろんな要素が一本の線の上に乗っかった時っていうのは爆発的な収入を生んで、その収入の 裏付けとなるお客さんはみんな喜んでってことになります、うん、でもねバラバラなんですよ大体ね。自分の好き好みはこっち、自分が頑張りたいことはこっち、自分の求めてる条件はこれ、そして収入はこれだけ欲しい、バラバラなんでなかなか一本の線の上に乗らないんで堂々巡りをするんでしょうね、きっと、うん、まあ、花屋龍馬さんはそういうふうに考えたことないですか。では次回までまた失礼します。いってらっしゃい。